演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ジングルね、ジングルね、というかということで、今日は早いクリスマスお祝い、本日はこちらドミノピザのローストチキンとシェイク、そして2種類のカップデザートで一足早く祝いたいと思います。確か去年チキン食べられなかった気がするんですよね。なので今年はチキンを食べたいと思って注文しました。まあなんでドミノピザなのにピザじゃなくてチキンなんだという気もしなくもないのですが、まあお手軽に楽しめるということで、まあ正直出前で届けてくれるというのはいいんですよね。では、おー、なんか思ってたより大きいな、これ食べるの楽しみですね。お、いい香り、いい香り。それではいただきまーす。チキンはやっぱりジューシーが一番ですね。これぞ最高のクリスマスプレゼント。噛んだ瞬間にうまみがジュワッと出てくるようなすごいローストチキンで食べ応えもあって大満足で美味しかったです。やっぱりクリスマスはチキンですね。チャンネル登録よろしくお願いします。では、他のはもう溶けるの嫌なんで一気にいきますね。こちら2種類のカップデザート、抹茶パルフェとティラミス。まずは抹茶パルフェから。上に乗ってるのはチョコクランチかな。これは美味しそうだ。ザクザク食感も楽しめそうですね。それではいただきます。カップデザートもあっさりしていて美味しいですけど、シェイクの濃厚さがほんとたまりません。もっと早く飲みたかったな。夏とかでもよかったかも。抹茶パルフェとはアイスが層になっていて、アイスって冷たいのに抹茶のほろ苦さが口の中にふわっと感じることができてとっても美味しかったです。下の方にあるバニラのさっぱりとした味わいも良かったですね。そして同じく冷凍のティラミス、こちらはやはりチーズの味がしっかり感じられて美味しかったのですが、抹茶の方に比べるとちょっと弱かったかなっていう感がありますね。あとどちらもカチカチに凍っていたので、少し時間が経って溶けてから食べた方がいいかもしれません。それで3種類のシェイクはどれも冷たいのにしっかりと素材の味を感じることができてとっても美味しかったです。シェイクが販売されていたのは知っていましたが、なかなか飲む機会がなかったんですよね。生クリームはトッピングされているタイプなのですが、ちょっと溶けちゃってるのも残念ですが、それを補ってあまりあるシェイクの美味しさを感じることができました。バニラは芳香な香りがしますし、ストロベリーはしっかり甘酸っぱい、そしてチョコレートは口の中で濃厚なチョコの甘みが広がってきました。で、今回のついですが、今回やっぱり一番のお気に入りはローストチキンで、あれだけ食べ応えがあって本当に大満足できたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてパルフェカップデザートの方はより気に入ったのは抹茶パルフェの方なので、こちらの点数とさせていただきます。そしてシェイクの中ではストロベリーが一番美味しかったので、同じくこちらの点数とさせていただきます。やっぱりザクザクとした食感を味わうことができたのが良かったですね。ちょっと吸いにくいのは難点ですけど、それでもドミノピザのクリスマス本当にいいですね。いいプレゼントもらえた気がします。まあ買ってるんですけどね。ではなだれ見て血が流るや最後まで。雪山が恐ろしいことになりそうです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。